ドライバーが思い通りに車を走らせるために大切なのは、車の走る、曲がる、止まるという基本性能です。アウディはどんなに優れた予防安全技術を用いても、まずはこの基本性能を高めておかなければならないと考えているんですね。これには共感が持てます。しかし、ドライバーの運転スキルの有無にかかわらず、車が不安定になるような状況やうっかりな場面では、アクシデントを避けられない場合もあります。そんな時に支えてくれるアクティブセーフティ、日本語では予防安全技術と言いますが、新型 A4 にもそれらの最新の技術が搭載されています。センサーやカメラなどと車の走る、止まる、曲がるを連携して、万一の場合でもアクシデントを回避もしくは軽減してくれるんです。ブレーキアシストも前方だけではなく、横や後ろにもセンサーが目を光らせサポートします。またセンシング技術はいざという時のみならず、快適な移動もサポートしてくれるんですよね。その代表的なものが、高速道路や渋滞などでドライバーの疲れを軽減してくれるアダプティブクルーズアシスト。ハンドルやアクセル、ブレーキをサポートして、長距離の移動もより安心で快適に感じられるのではないでしょうか。私は今ほどこの技術が進化する前でも、採用が始まって以来、週末の移動が苦にならなくなりました。その他、パークアシストなどもミドルサイズの A4 には嬉しい機能と言えそうです。縦列駐車では入れるだけでなく、出る操作もお手伝いをしてくれる頼もしい技術が備わっています。新型 A4 にはまだまだ紹介しきれない予防安全技術が搭載されています。車の基本性能をベースに、ますます進化した安全技術が加わり、いつもの道も初めて訪れる場所でも、より安心感のある移動を叶えてくれるのではないでしょうか。